皆さん100 days をご存知でしょうか。死んだら終わりの世界で100日間生き延びるというマインクラフトでよくある企画です。今回はマインクラフトではなく、このスターデューバレーで100日間生活をしていきたいと思います。ただ100日間生活するだけじゃ面白くないので、目標を3つ作りました。1つ目、公民館バンドルの達成。2つ目、合計100万ゴールドを稼ぐ。3つ目、牧場全体をレイアウトしてきれいにするですね。もちろんバグ技、チートモッドはなしです。スタバレの1日は約13分、100日にすると約20時間です。これを1本の動画にまとめたので40分と少し長めになっています。季節ごとにタイムスタンプを作ったので、長時間見れないよって方は分けて見てくださると嬉しいです。100日間でどこまでいけるのか、ぜひ楽しんで見ていってください。ではどうぞ。春の目標は2つあります。1つはエッグフェスティバルで大量のイチゴの種を購入すること。2つ目は高品質なスプリンクラーを作って農作業を自動化することです。農作業をしながら鉱山に行くのなかなか厳しいんですけど、やれるところまでやってみましょう。1日目、もらったパースニップの種を植えるために家の前をきれいにしていきます。この時の私はパソコンでやり始めたばかりなので、操作がとんでもなく下手です。そして木を切り刻んでチェストを作りました。これで持ち物を保存しておけますね。少しでもお金が欲しいので、野生のお花とかネギを探しに森へ向かいます。山にも行って探してみますが、こっちには何もありませんでした。追加で買ったパースニップを植えて、この日は眠りにつきます。2日目、昨日植えたパースニップに水をやって海へ向かいます。釣り竿をもらいました。明日グラスファイバーの釣り竿を絶対に買いたいので、今日はたくさん魚を釣っていきます。この日は倒れるまで釣りをし続けて、釣りのレベルが2になりました。明日にはレベルを5にして魚の出荷額を上げておきたいところです。3日目、昨日宝箱から鉱石を拾ったので、溶鉱炉の設計図をもらいました。これは5日目に役に立ってくれるでしょう。釣り具店に行って昨日釣った魚を売りさばきます。いいよいいよ、よし、無事買えました。この釣り竿のおかげでたくさん魚が釣れます。釣れますが、パーフェクトを逃しまくったのでレベル5には到達しませんでした。4日目、釣りをします。釣りのスキルが6になりました。これでようやく魚の倍価が上がります。5日目、今日は鉱山の解禁日です。釣りで手に入れたネプチューンの剣を握りしめて鉱山へ向かいます。今日の目標は銅鉱石を45個揃えること。うち11個は釣りで見つけたので、残り34個です。頑張って掘り進んでいきますが、運勢の悪い日なので全く揃いません。あと4個というところで時間が来てしまいました。6日目、今日はなぜか運のいい日です。昨日が良かった。鍛冶屋へ向かいます。石炭を鉱山のチェストに忘れてきました。鉱山へ向かいます。鍛冶屋で足りない銅鉱石を買って、残りの1個を錬成してツルハシのアップグレードをお願いしました。そしてケールの種を120個買って、朝耕した畑に植えていきます。暗いので水をまいたところが全く分かりません。7日目、追加で種を買って植えました。これで収穫できる頃には農業スキルが6になっているはずです。9日目、全く雨が降りません。ツルハシができたので、ついでに地黄土を割ってもらいます。博物館に寄贈してカリフラワーの種をもらいました。今日も雨が降ります。鉱山で虫の肉を集めて釣り餌を作って釣りをします。魚たくさん釣れたので、明日には鉱山に潜れそうですね。11日目、昨日釣ったお魚とともに鉱山に潜ります。掘って掘って掘り進めます。現在夜の1時50分、滑り込みで30階に到達しました。そのまま倒れても誰かが運んでくれる、ありがたいですね。ちなみにスキルが上がった翌日はエナジーが全回復するので、安心して倒れて OK です。12日目、ようやくケールの収穫日です。長い水やり生活からやっと解放されます。作物は全部まとめて出荷しました。明日の収入がめっちゃ楽しみ。
金星のパースニップはバンドル用に少しだけ残しておきます。それから鉱山に行って50階まで進みました。高品質スプリンクラーを作るために鉄の延べ棒をたくさん作っておきます。13日目、最高です。このお金を握りしめてエッグフェスティバルに行きます。いちごを168個購入しました。引きこもり牧場主なので、イベントの時くらいはみんなに挨拶をしておきましょう。イベントをそこそこ楽しんで、今日も地べたで眠りにつきます。14日目、じゃがいもの収穫日です。収穫して農業スキルが6になるはなりませんでした。計算間違いです。小学生からやり直した方がいいかもしれません。16日にイチゴを植える予定なのですが、これでスプリンクラーが間に合わなくなりました。めっちゃまずいですが、やり直せないのでとりあえず鉱山に行きます。スプリンクラーは作れないのに延べ棒だけが増えていきます。15日目、この日も鉱山に潜って延べ棒を増やします。そして80階まで到達しました。これで金鉱石が取れるようになります。16日目、今日はイチゴを植える日です。スプリンクラー用に隙間を空けて畑を耕し、イチゴを植えていきます。あと1個がどこかわからないので適当に植えました。まだ12時になっていませんが、やることもあまりないので寝ようと思います。1週間ぶりのベッドです。おやすみなさい。17日目、エンドウ豆を収穫してやっと農業レベルが6になりました。マジであと1個だったようです。やっぱり小学生か。これで明日からスプリンクラーが作れるようになります。春のこの期間はサーモンベリーが取れるので、たくさん集めていこうと思います。これで春の間はエナジーを気にしなくて済みそう。18日目、やっと雨が来ました。牧場ゲームをやってる時だけ雨が大好き。ジオードが溜まっていたので鍛冶屋で割ってもらいます。今日は運勢のいい日なので、延べ棒を増やすべくまた鉱山に潜りました。そしてスプリンクラーを10個作りました。最高です。祝杯をあげてもいいか。19日目、カリフラワーを収穫して昨日作ったスプリンクラーを設置しました。今日も雨なので、雨の日にしか釣れないナマズとウナギを狙っていきます。20日目、スプリンクラーが稼働しています。いい眺めだ。あとスプリンクラーが3つあれば完全自動化できるので、今日も鉱山に行って残りのスプリンクラーを作って空いているところに置きました。これで春の目標は達成です。今日はよく眠れそう。21日目、バンドルイベントを進めるのを完全に忘れていたので、魔術師の家にお邪魔します。納品をしていきます。鶴橋のアップグレードもしたいんですが、お金が足りません。チェストに眠ってるアイテムを売り払って、なんとか5000ゴールドをかき集めてアップグレードをお願いしました。そして雨の日限定のアロサも釣っておきます。22日目、洞窟はフルーツを選んだので、フルーツをたくさん収穫しました。まとめて納品していきます。残りの魚、ブラックバス、コイ、ブリームを釣り上げて、春に釣れるものは終了です。魚も全部揃ったので、お供えをしておきます。23日目、鶴橋を受け取って斧のアップグレードをお願いしました。鉱山の90階まで行って黒曜石の剣をもらって、延べ棒が3種類揃ったのでトロッコを修理しました。これで移動がめちゃくちゃ楽になります。24日目、初めてのイチゴの収穫です。お金だ。今日は森でフラワーダンスがあります。一緒に踊らないか声をかけてみたら断られました。25日目、夏に大量のブルーベリーを植えたいので、この辺りをきれいにしておきましょう。古代のフルーツもしっかり植えておきます。木材と石材がたくさん集まったので、建築バンドルも完了です。26日目、夏に植えるブルーベリーの数からスプリンクラーの必要数を割り出してみました。
あと39個必要です。ちょっと無理かも。鉱山に行きましょう。銅を集めて上炉をアップグレードし、鉱石を集めます。畑をきれいにして鉱石を集めます。頑張って集めて作りましたが、この時点でスプリンクラーが25個足りていません。今日は春の最終日、夏も農作業と採掘を両立すると決意して眠りにつきます。夏の目標はカリコ砂漠行きのバスを開放してスターフルーツを育てること、そしてお金を稼いで動物小屋をマックスまで改築することです。29日目、予定通りブルーベリーの種を大量に購入しました。在庫なくならないんだ。そしてバンドル用の種をいくつか買って2日に分けて植えていきます。31日目、スプリンクラーが足りていないので相変わらず水やりは大変なんですけど、上炉アップグレードしておいたので春よりはかなり楽ができます。春のイチゴのおかげでお金に余裕があるので鳥小屋を建てました。32日目、スプリンクラーを作るために鉱石を集めていきます。鳥小屋が完成しました。やったー。まだまだ鉱石を集めていきます。これでスプリンクラーはだいたい揃ったかな。35日目、鳥小屋に続いてサイロも建てていきます。サイロを建てておくと刈り取った牧草が自動的に餌になります。そろそろ秘密の森にも行きたいので斧のアップグレードをお願いしました。36日目、今日はバンドル用のアイテムを集めに行きます。夏の最終品を集めてマグロ、ティラピアを釣り上げます。バンドルに必要なポピーとひまわり、あと小麦をまだ植えてなかったので追加で種を買って植えました。鉱山の日よけ魚も釣り上げてバンドルアイテムをまとめて納品します。37日目、動物小屋を建てるために木をたくさん切ったんですけど、なんと今日は火曜日、お休みです。カリコ砂漠に行くためにお金が必要なので魚をたくさん釣っておきました。38日目、アップグレードした鉄の斧を持って秘密の森に行きましょう。ここを壊して入ると、おー、切り株を切って固い木を集めてバンドルに必要なフィドルヘッドとキノボリウオを集めます。そして今日こそ動物小屋を建てたいところ、しっかりリベンジを果たしました。39日目、今日はイベントです。前回のイベントぶりにみんなと話す気がします。大鍋に食材を持ち寄るイベントなんですけど、何も用意していなかったのでさっき釣り上げた魚を放り込みました。取れたてだから美味しいはず、普通らしいです。イベントが終わるのがいつも夜の10時なんですが、10時まで一体何やってんねんとは思っています。40日目、今日は行商人が来ています。木を切りに行くついでに品物を覗きに行きましょう。これが実況者力。明日は嵐が来るので今日は植えずにしまっておきます。そして魚を釣って釣りのレベルを10にしました。これでさらに魚の倍化が上がります。41日目、今日は嵐の日です。作物に雷が落ちると枯れてしまいます。飛来芯を作ろうと思ったんですけど、まだレシピが開放されてなかったので金庫室バンドルにお金を納品して飛来芯をもらおうと思います。今日採れたメロンをまずバンドルに納品して余った作物を売ってお金を作って金庫室にお金をお供えします。飛来芯とケーキをもらいました。どう見てもうんちです。飛来芯を牧場に置いて作物を守ってもらいましょう。42日目、ブルーベリーの収穫日です。収穫する時の音が好き。明日カリコ砂漠に行きたいので収穫したブルーベリーは出荷箱には入れず雑貨屋にそのまま売りに行きます。バス修理用のお金はこれで余裕で足りそうですね。目標通りバスが修理できました。43日目、今日も収穫したブルーベリーを売りつけて思ったよりもお金に余裕があるので鳥小屋のアップグレードをお願いしました。
昨日修理したバスに飛び乗って砂漠に向かいます。お金を4万ゴールドも払って砂漠まで来たのには理由があります。そう、スターフルーツの種を買うため。スターフルーツはワインにするととっても利益が出るので、この後大きな収入になって帰ってくるはずです。未来に期待しつつ種を100個購入してしっかり植えていきました。これで夏の最終日にスターフルーツが収穫できるようになります。44日目、もう一度砂漠に行って、今度はバンドルに必要なサボテンフルーツ、砂ごちを集めます。将来木材が足りなくなりそうなので、砂漠に木をたくさん植えておきました。バンドルを埋めて橋の修理もしていきます。45日目、ここまで来るとかなり自由に行動できます。昨日植えたスターフルーツに水をやって、トウモロコシまだ育ててなかったので買いに行こうと思ったんですが、今日は水曜日でした。定休日です。なんか前にも同じこと、鉱山に潜ってツルハシアップグレード用の金鉱石を集めました。46日目、2回目の収穫日です。昨日買えなかったトウモロコシの種を買って、金の延べ棒を5個作って金のツルハシにしてもらいます。2日後には快適な鉱山生活が待ってますね。施設のアップグレードもまだまだしたいので、木をたくさん切っていきます。47日目、集めた木と石を持って行って動物小屋のアップグレードをお願いしました。ここまでかなり順調に進んでいます。このまま進めれば夏の目標は達成できそう。行商人のカートもしっかりチェックして、クロッカスとオウム貝の貝殻を発見。どちらもバンドルアイテムなので迷わず購入します。48日目、鉱山に潜ります。今日は運のいい日なので最下層の120階を目指したいところ。110階で断念しました。49日目、行商人のカートを除いてロブスター、蜂蜜、ジャムを買いました。バンドルに必要なやつ。今日はマーニーの牧場に行って動物を飼おうと思います。塩、砂糖、わさび、胡椒、みりんを迎え入れました。斧のアップグレードをして鉱山に行きます。運がいい日なので今日こそ120回を目指したいところ。この骨の鍵はまた別の場所で使うので大切にしまっておきましょう。50日目、昨日買った動物たちのお世話をします。ちっちゃくて可愛い、寝てる？鳥小屋を最終形態までアップグレードします。これで建設が終わったらウサギを飼えるようになります。明日は雷雨の予報なので飛来針をたくさん作って設置しておきました。51日目、赤キャベツを収穫しました。他のバンドルアイテムも合わせて公民館に持っていきます。これで夏のバンドルはほとんど達成ですね。また需要度が溜まっていたので割ってもらってクワのアップグレードをお願いしました。あと動物小屋の最終アップグレードが残っています。木をたくさん切って木材を集めておきます。52日目、設置した飛来針が電柱を作ってくれています。回収をしておいて、この電池は後々役に立ってくれるでしょう。鳥小屋の最終アップグレードが完了して新しい動物を飼えるようになりました。カレー、ポン酢、コンソメ、ここに木を植えてるんですが、早く育ってもらわないと困るので肥料をあげて早く育つようにお祈りをしておきました。53日目、育った木に樹液採集器をつけます。これをつけておくと1週間後に多くの樹脂が取れるようになります。ここ数日ずっと木を切っていたおかげで木材が大量にあります。動物小屋の最終アップグレードをお願いして夏の目標はほとんど達成です。古代のフルーツも収穫できたので種製造マシンに突っ込んでさらに古代のフルーツを増やしていきます。54日目、行商人が来ています。電池だけ買って帰りました。鉱山で銅鉱石を集めてさらに樹液採集器を作って木にたくさんつけていきます。55日目、夏もあと2日です。秋に動きやすくなるように舗装作業をしていきます。木材がなくなりました。ちょっと汚いけどまあこれでいいか。とりあえずこれで許してください。
56日目夏最終日です。今日はスターフルーツの収穫があります。秋にスプリンクラーの位置を変更したいので全部回収して畑を整えていきます。スターフルーツが目に入って悲しい気持ちになりますが、頑張ってスプリンクラーを設置しました。今日は月光クラゲのダンスがあります。一人で綺麗なクラゲを眺めて私の夏は終わりです。秋がやってきます。秋の目標はスターフルーツとかぼちゃを加工してお金を稼ぐこと、ドクロの洞窟に行ってイリジウム鉱石を集めることです。57日目、スターフルーツの残骸を刈り取って畑を整えてから雑貨屋に行って種を買います。バンドルに必要なさつまいもとナスの種を少し買って、かぼちゃとクランベリーの種を240個ずつ買いました。どれだけ買ってもなくならない。また2日に分けて植えていきます。お金に若干余裕があるので新しい動物を迎えることにしました。小麦、ごま、もうお金がありません。今日は雨なのでウォールアイを釣って、あわよくばタイガートラウトも釣りたかったんですけど釣れませんでした。そして秋の最終品ヘーゼルナッツを探しに行きます。一つもありません。とりあえずウォールアイとマッシュルームだけを納品しておきます。59日目、おい二度と来るんじゃない。今日は醸造樽を作りたいので鉱山に潜って鉄鉱石と銅鉱石を集めていきます。これが実況者力。レインボージェムは後で必要になります。売らずに置いておきましょう。集めた鉱石で醸造樽を6個作って設置しました。60日目、今日もヘーゼルナッツを探しに森へ行きます。何もありません。タイガートラウトだけ釣り上げて帰ります。あ、こんなところに落ちてましたね。灯台元暮らし。61日目、そろそろウサギの足が欲しいです。ウサギの足、ウサギの足、ウサギの足、ありません。昨日釣ったタイガートラウトを公民館にお供えして水槽バンドルは無事終了です。あとは醸造樽がもっと欲しいので、醸造樽を作るための多くの樹脂を作るための樹液採集機を作りました。木につけておきます。62日目、木の周りの散らかり具合が気になりだしました。ちょっと通れない。さすがに片付けて雑草が生えないようにタイルを敷いていきます。こんな感じで大丈夫かな。そしてキッチンを作るために家のアップグレードをお願いしました。64日目、クランベリーの収穫日です。音がいい。樹液採集機をさらにつけて多くの樹脂を回収していきます。畑の整備をして、やっと家が大きくなりました。これで料理が作れるようになります。あ、お金だ。全部回収して出荷をしました。畜産品もかなり集まったのでバンドルにお供えをしていきましょう。67日目、洞窟を毎日チェックしてるんですけどリンゴが一向に出ません。大丈夫かな。一応木を植えてるので3日後には収穫できるから、まあ大丈夫か。イリジウムの釣り竿を買って海藻と魚を釣り上げてお寿司と目玉焼きを作ります。バンドルもだいぶ終わりが見えてきましたね。そして醸造樽を置くための納屋をお願いしました。出来上がるのは2日後なので、この間に樽をたくさん作っておきましょう。木をいっぱい切っていきます。68日目、今日もウサギの足はありません。若干不安になってきたので新しくウサギをお迎えしました。ラー油。そろそろドクロの洞窟にも行きたいです。効率よく進めるために爆弾をたくさん作っておきました。69日目、取っておいたレインボージェムを握りしめて砂漠に行きましょう。ここでレインボージェムをかざすと、これがスタバレ最強の剣。このままドクロの洞窟に挑戦していきます。
これで気持ちよくバンドルを終えられそうです。70日目、納屋が完成しました。醸造樽をたくさん作ってスターフルーツを入れていきます。まだまだ木材が足りていないので、砂漠に植えた木を切って木材を集めました。71日目、今日はかぼちゃの収穫日です。収穫したかぼちゃはジュースにする予定なので、売らずにしまっておきます。秋の作物が揃ったのでバンドルに納品して、食料室のバンドルも終了です。これで明日から温室が使えるようになります。さらにかぼちゃの種を240個買って植えました。72日目、温室が完成しました。これで季節関係なく作物を育てられます。古代のフルーツを育てて金作をしていきましょう。今日はお祭りがあります。下手かも。釣りでスタートークンを集めてスタードロップをもらいました。そしてリンゴとワインを納品して掲示板バンドルも達成です。あと残っているのは冬の最終品、スノーヤムだけです。ここまで来るとバンドルはもう終わったも同然。鼻歌を歌いながら家に帰りました。73日目、イリジウム鉱石を効率よく集めるためにドクロの洞窟に行く準備をしっかりしていきます。砂漠に瞬間移動できるワープトーテムを買って、エナジー回復用のサラダも購入しました。爆弾もたくさん作っておいたので、これで安心して洞窟に挑戦できそうです。昨日温室に植えた古代のフルーツは成長するのに1ヶ月とかなりの日数がかかってしまいます。そこでこれ、海で拾ったサンゴから作った肥料です。これを巻いておくと少し早く成長してくれるようになります。74日目、今日は運のいい日なのでドクロの洞窟でイリジウム鉱石を集めていきます。結構集まりましたね。イリジウムの延べ棒を作ってツルハシをアップグレードしてもらいます。76日目、エブリンおばあちゃんから植木鉢をもらいました。今は使わないのでしまっておきます。そろそろ牧場に池を作りたいんですけど、池を作るための材料、海藻と藻が足りていません。1日かけて釣りをして材料を集めました。77日目、鉱山に行って樽を作って、池を作って樽を作ります。やっと納屋が樽で埋まりました。しまっておいたかぼちゃを入れてジュースにしていきます。この日は少しだけ牧場の整備をして終わりました。80日目、そろそろ畑のレイアウトをしていきたいです。池とか小屋を移動しましょう。うさぎがどいてくれない。動いて、頑張って。動いてくれました。81日目、今日も畑のレイアウトをしたいんですけど、木材がありません。木を切りに行きます。池の周りを木のタイルで囲って、まあまあかな。ここの牧草も刈り取ってウッドデッキを作りました。動物小屋の周りを柵で囲って、それっぽい感じになってきましたね。82日目、今日は運のいい日です。ドクロの洞窟でイリジウム鉱石を集めましょう。ちょっと待って、それはやばい。どうする？飛び込むか。飛び込む。はい。何をなくしたかが重要。まあ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 。まあ、OK です。83日目。あ、うさぎの足。公民館バンドルが余裕で終わりそうなので、実はこっそりと行方不明バンドルの達成を試みています。行方不明バンドルにはチョウザメの卵が必要になります。作った池にチョウザメを掘り込んで卵ができるのを待ちましょう。すくすく育つんだぞ。かぼちゃジュースができたので回収してまたかぼちゃを入れておきます。今日の夜はスピリットイブです。迷路を一人で楽しんで、特にやることもないので帰りました。84日目、秋最終日です。最後のクランベリーとかぼちゃを収穫します。行方不明バンドル達成には銀星ワインが必要なので、家のアップグレードをして地下室を作ってもらいます。博物館の寄贈もあと4つで60になります。ジオードを大量に用意したので待ってもらいましょう。1つしか寄贈できませんでした。
畑をいじって急いで家に帰りますが嘘でしょこれで秋が終了です。明日からは冬になります。冬の目標は牧場のレイアウトをすること、バンドルを終了させてジンジャーアイランドに行くこと、そしてこれは当初は考えてなかったんですけど、行方不明バンドルも行けそうなので欲張って達成を目指していきたいと思います。85日目、まずは池の周りを柵でいい感じにしていきます。うん、いい感じ。そして小屋の周りに干し草を置いてみました。とってもいい感じ。鳥小屋のヒーターが欲しいのでマーニーの家に買いに行きます。定休日でした。あとバンドルはスノーヤムだけなので、スノーヤムを探しに行きます。スノーヤム、スノーヤム、スノーヤム、言霊。これでバンドルが全部埋まりましたね。お疲れ様でした。86日目、公民館が綺麗になってヒーロートロフィーをもらいました。これで100 days の目標の一つ、公民館の改修が達成できました。博物館に残りの3つを寄贈して、やっと60種類の寄贈が終わったので、明日多分イベントがあるはずです。87日目、錆びた鍵をもらいました。これで下水道に行けるようになります。その前に地下室ができたので、ワインを熟成させておいて、壊れた船に電池と固い木とイリジウムの延べ棒を寄付して船を修理してもらいます。もらった鍵を使って下水道に行きましょう。3つ目のスタードロップです。下水道の奥に進むと闇のタリスマンがあります。これを回収してここに持っていくと入れるようになりました。魔女の沼ではボイドマヨネーズと闇サーモンが取れます。闇サーモンを釣り上げておきます。行方不明バンドルに必要なやつ。88日目、チョウザメにダイヤモンドを要求されました。仕方ないのであげましょう嘘だろ。魔女の部下をマヨネーズで買収して奥に進みます。実はここは魔術師の塔の地下とつながっています。魔術師にジュニモ小屋を作ってもらいました。今日はジンジャーアイランドへ向かいます。1000円も取られる私が直したのに。おー、ついてこいってこと。どうやらここはじょうろがないと通れないようです。じょうろを置いてきたので、島をぐるっと眺めて帰りました。89日目、今日はドワーフの巻物4を探しに鉱山に手に入りました。博物館に寄贈してドワーフ翻訳語ガイドをもらってドワーフと話します。これでいつでも爆弾が買えるようになりました。90日目、石を買ってスライムハッチを作って、今日もジンジャーアイランドに行きましょう。くるみを集めて集めて集め難しすぎる。91日目続けてくるみを集めに行きます。集めて集めて。きた、やった。小屋を建てました。これでジンジャーアイランドで寝泊まりができるようになります。せっかくなので今日はここでお休みしましょう。92日目、畑をきれいにして島を探索してみます。ピンクでジューシーな何か、メロンだ。今日はイベントがあるので一旦戻って釣り大会に行ってしっかり優勝をもぎ取っていきました。93日目、温室に果物の木を植えてスターフルーツも植えていきます。アップグレードする道具がないのでゴミ箱を鉄にしてもらいました。牧場をレイアウトするために置いていたスプリンクラーを回収していきます。94日目、今日は馬小屋を、まだいてない、馬小屋を建ててもらいました。チョウザメの卵を回収して保存ジャーに入れてキャビアにします。行ってこい。ドクロの洞窟でイリジウム鉱石を集めてこの日は終わりました。95日目、ボイドエッグから黒いニワトリが生まれました。クロズと名付けます。残り日数も少ないのでそろそろ牧場をきれいにしていきましょう。小
小屋の位置を移動してさらに納屋を建ててもらいます。いい感じ。製粉機を建ててもらって雑貨屋で牧草を買って植えてみました。とってもいい感じ。馬にはパクチーという名前をつけてさらに牧場をきれいにしていきます。今日は海で夜の市が開かれています。絵を買ったりコーンハットを買ったりしてしっかり楽しんでいきます。かわいい。深海に連れて行ってもらってヨヤミイカ、プクプク魚、不気味魚を釣り上げました。100日目、今日が最終日です。池の周りを作業スペースにして、この辺りは自分でも気に入っています。洞窟に行く道も作ってみました。実は最終日に行方不明バンドルを終了させて気持ちよく終わろうと思ったんですけど、私の計算ミスにより銀星ワインが明日、そしてバンドルフラグが未回収でした。まさかのフラグ回収が立足となってしまいます。そして現在時刻が夜の1時50分、つまり私のスタバレー100デイズはここで終了となります。では当初立てた目標をどれだけ達成できたか振り返っていきましょう。1つ目、公民館バンドル、これは冬の1日に終わったので無事達成できました。2つ目、100万ゴールドを稼ぐ、今まで稼いだ合計額を見ると121万8422ゴールド、これもなんとかいけましたね。3つ目、牧場をレイアウトしてきれいにする、これもまだ手が入ってないところがちらほらあるんですけど、自分ではそこそこ気に入ってるのでまあよしとしましょう。追加した目標、行方不明バンドルは残念ながら達成できませんでした。計画って大事だね。これで私の100デイズは終わりですが、今度は続きの100日間にも挑戦していきたいと思っています。楽しんでくれた方はぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。